池田町ぶどうぶどう酒研究所は、北海道中川郡池田町にある地方公営企業。ヨーロッパ中世の古城に似ていることから、ワイン城と呼ばれている。1963年に日本国内初の自治体によるワイナリーとして始まった。独自の品種を開発し、酸味豊かなどうで長期熟成タイプのワインを中心に製造している。 池田町の企業会計に計上されて独立採算の形で経営している。利益の一部は一般会計などに繰り出しており、町の経済、財政、産業に貢献している。ワイン場内には見学コースがあるほか、ワインをはじめ地元の特産品を取り揃えたショッピングエリアやレストランがあり、観光地になっている。また、池田町秋のワイン祭りなどのイベント会場に、 なっているほか、ワイン城から眺める景色は、日本の夕日百選に選定されている。1952年の、都家地地震と、翌年から2年連続した例外によって、基幹産業の農業に大きな被害を受けた池田町は、安定した産業基盤の必要性を感じていた。丸谷金康が町長に就任すると、 1960年に新農村建設事業計画を策定し、町内に自生する山ぶどうに着目して、翌年からぶどうの栽培を試みた。1962年には池田町農産物加工研究所を設立して、町内の山ぶどう調査、研究にも取り組んだ。翌年には全国の自治体で初となる種類試験製造免許を取得したほか、 ハバルフスクの極東農業研究所において、池田町に自生する山ぶどうが良質なワインに適するアムレンシスア系であると断定したことなどからワイン作りに拍車がかかった。1964年にぶどう栽培の研究開発とワイン製造を手掛ける池田町ぶどうぶどう酒研究所を設立した。その後、期限付け製造免許を取得して1971年に、 果実種類製造の永久免許を取得した。ワインは販売3年目から売り上げが飛躍的に伸び、旧武道武道酒研究所では製造への対応が難しくなった。そこで当時の建設費6億3600万円をすべて被災で賄って10年召喚することで新たな工場を建設した。ヨーロッパの古城風の建物はワイン城と呼ばれて観光客が訪れて、 人気となり、計画通りに召喚することができた。2003年から2年がかりで、ワイン場を観光施設として再生するため、敷地内にワイン場内の瓶詰めラインを移設する新工場を建設し、ワイン場にエレベーターやショッピングエリアを設置するなどの改修工事を行った。また、敷地内の旧物産の館に地元出身である吉田美和の衣装などを保管。 展示した、ドリームズ・カム・トゥルーのギャラリー、ダド・ガーデン・池田がオープンしたほか、2009年からは、武道園、ドリームズ・カム・トゥルー・ビンヤードを共同で運営している。ありがとうございます。